はい、白百合。白百合、さすがリスペクトしてるだけあって自分で開けて。開かない。開かない。すっごいきついよ。1月14日ね、うん、初めてかな、今年のやつ。この白百合っていう青森なんですけども、こちらがですね、瓶詰めした月によって味にばらつきがあるって非常に面白い、うん、島です。青森です。ここに、この辺に何日に瓶詰めしたかが書かれています。夏場の瓶詰めの月だと、もう酸度強いっていうか、もうばらつきがもう非常にこう、まあ、荒れてるという。暑いから。ちょっと涼しくなるとね、こう味も安定してきて、ドシッとしてくる。そうそう、ドシッとしてまさにそう。じゃあラストいきましょう。はい、カリー。あ、美味しい。当たりだね。やっぱ冬だから。あー、そっか。でもいわゆるカビ臭いやつ。そうそうそう、カビ臭い。みんなが嫌がるカビ臭いやつ。ちょっと華やかさない。ふわーって広がらない。ふわーって。ザ・白百合だ。うん。そしてこの2つはあまり人気がないから、結構商店とかの棚で勝手に空腹になってる時もあります。よく行くバーで。宮の鶴だって、うん、宮の鶴、このサイズの宮の鶴が何年、3年クースだったかな。あれね、2016年だから、まあ4年クースだったんじゃない。4年クースか、うん、そうそう、で、あまりにも出なさすぎてお店でクースになってる場合もあります。じゃあ今、水割りで飲んでみたいと思います。個性の強さは水で割っても残るね。もしこの動画よろしければグッドボタン。またなんで？もうちょっと無理。まだちょっとまだ無理。そして、チャンネル登録いたしく、ウニゲーサビラ。ビフォーユー。